はは。いみんんな、こんにちは今日ねこのラファエルってみんな知ってる有名ユーチューバー、今チャンネル登録者数154万人ってねあの昔からいるすごくね有名なユーチューバー、彼なんですけれどもなんか知り合いの、えー、紹介ですごい つきまといみたいなユーチューバーが現れて困ってるっていうような相談を受けたんでねあの今回ちょっと代理人にすることになりましたで詳細はこのラファエルくんの動画見てもらったら一番わかりやすいと思うんですがまあ概要を言うとヘズマリュウっていうねあの売名ユーチューバーなんか最近現れたユーチューバーがいてこのねラファエルくんにつきまとって売名しようということでなんかこんな動画。 山口県から来ました。ヘイズマリウです。コラボレーションお願いします。ラウェルさんですよねメす。メントスコーラお願いします。メントスコーラお願いします。メントスコーラお願いします。コラボレーションお願いします。山口県から来ました。上げてて、で特にねこの中のこのシーンとかね。マスターの事だぜ。中々中。あ、ちょっと待って。コメント取りたいんだけど。コメント。コメントロイ。いやまじ。もう飛び込んだからさ。パスのやつ出ていたんだけど <laughs> わー。 仕方すんだよ俺はおい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 逃げないでください逃げないでくださいああーっえっつまりうじゃん山口県から来ましたコラボレーションお願いします,愛してます、うん 見てもらったまあ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 ひどい、まあ、つきまといみたいなことで,で彼いわくこれはあのラファエルの体には触れてないから暴行じゃないでしょうみたいな感じなんですがこれ法律的に見ると威力業務妨害罪えもしくは暴行罪という犯罪が成立します。 えー、威力業務妨害罪でね、まあ、人の業務をね邪魔した時に成立するんですけども例えばその業務ってねこう YouTube の撮影とかももちろん当てはまって、えー、なんか分かりやすい例だと例えばあの卒業式とかねあの卒業式とかなんか昔やったら なんか日の丸反対みたいなんでね妨害したらそれってあの威力業務妨害罪みたいなことでね逮捕されたりするんですが今回もこれ、えー、ラファエル君とねあとテンチムっていうユーチューバーが渋谷で撮影したら急にヘズマリュウっていうね <laughs> ユーチューバーがバーッとやってきてもう周りつきまといながらラファエルの仮面外そうとしたりとかねもうカメラをもう目の前のサイズでもこんな感じでね あの押し付けててきたりしてねでしねかもこれヘズマリュウの動画もちょっとね概要欄書いといてみんな見てもらったら分かるんやけどまあ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 長い間ずっと付きまとってね えー、すごいひどいことをしてると。で、えー、ラファエル君以外にも、えー、いろいろと被害に遭ってる有名ユーチューバーの人がいるらしくではねこのヘズマ竜って有名ユーチューバーに突撃していってねで周りつきまとって邪魔することで自分も目立とうとね、えー、するような感じの作戦をとってるみたいなんですが、まあ、これ全部、まあ、もちろん迷惑なことだしあの全然刑法に違反する、えー、威力業務妨害罪がね成立する行為なので今回ちょっとヘズマ竜がね突撃する場所がねあの渋谷のハチ公前ということで、えー、渋谷 警察署に告訴するというようなね弁護士としての仕事を受けましたでこの動画アップしてくれたんでこっちとしてもねちょっとそういう今後このチャンネルでそういうことを扱う可能性がありますよというアナウンスの動画になります、はい、で俺としてはこれ結構問題点としてね、まあ、受けた理由っていうのが一つあって。 何、えー、て言うかな、まあ、渋谷署に出すんですけどもこれ最初自分でなんか被害届出しに行ったらいいやみたいなこと言ってたんですけどもこれ実際ね警察ってこれ本当別に警察が悪いわけじゃないんですけど中にはまあ確率で言ったらどれぐらいのものなのかなんか担当者でいい加減な人やっぱりいるんですよね。で被害届受けたらあの自分の仕事増えるからまあまあなんだかんだでいやこれちょっと被害届受けれないんだけど、まあ、相談限りで」とかねなかなかえと被害届受け つけてくれたりしない場合もあるので、まあこれちょっとねそういう点の警察が今ね日本の警察がどういう風うに動いてるのかというところを含めてねあの動画化することで、えー、みんな感じてもらえるところあるのかなと思って、えー、この撮影してます。これ俺が実際にね渋谷警察署がもちろんね俺は弁護士として出しに行くわけやからな。 あの出すところをね撮影とかしたりはしないけれども出す前に今から出しに行きますみたいな動画を撮ってで実際にね拒否される弁護士が出しに行ってもいやこれちょっとうーんみたいな感じでね拒否されるケースってねあるんですよね。例えば詐欺事件とか であったなななかかか警察受け受け,付けてくれないとかだからそういうところちょっとあのもしかしたら担当者いい人がついたらすっとね受け付けてくれるかもしれないし、えー、仮にね変な担当者、えー、変な、えー、警官が担当者になっちゃってね受け付けてくれない場合はちょっとそのあたりも含めてねあのー、こういう事件、えー、どういうふうに処理されるのかというとこ動画がしたいなと思ってこの撮影してますということではい、えー、今日はねこのまあ、短いんですけども、えー、アナウンスの動画になりました。はい のりちゃん、これさっき上げてくれたんよね、見た中、はい、見ました。どんな感じ。あ、もう訴えるっていう方向性の。あ、そう、はい。ね、<う>この間法律相談のね、あ、そうですね。撮影したからね、はい、はい、えー、という,ような感じになってます。ラファエルって、いつ、どういうユーチューバー。もうトップのトップですね。その光るラファエルっていうぐらい。うん もうユーチューバーの中ではもうトップのヒカキンとかはじめしゃち社長とか、うん、ヒカキンはじめしゃち社長あれが第一世代第一世代っていう形のユーチューバーなんですけども、うん、そのやっぱり後にラファエル光、うん、っていうのがバーって盛り上がってきてて、うん、第二世代や第二世代ぐらいだと思いますけどねへ<ー>、はい でもそののぐらいいやっぱりすごい人気のこのもう一人はねこれこれっていうあのこれこれさんっていう YouTuber なんで,ですけ、ね、ど、はい、この人はなんか伝突する電話のあれあのいろんなその生放送がメインの人なんですけども、うん、もともとニコニコ動画からやってた人で視聴者からなんかそういったリークが届く、うん、あ,あ<の>リークが届く,届くミノモンタやん YouTube 界のミノモンタ <laughs> 俺とポジションかぶってるやん<う> <laughs> 俺 YouTube 界からは来ないけどあの職場で悩んでる人からのリークがいっぱい届くから、ね、<laughs> 俺もあのこの今後、そうそうあの伝統っていうか生電話の、ね、ちょっと動画も作っててちょっとかぶるね、キャラあ,の、はい、あ加藤サリと加藤サリが子供の旦那さんの名前をポロリしちゃったっていうのがこの、ね「はい、これこれくん」やねの番組であ番組 YouTube の動画で、はい、そういったリークが届くっていうなんかそういった YouTube の、うん、なんかいろんなお騒がせのことを、うん。 なんか自分で調査したりリサーチしたりとかして配信するのがすごいメインの人ですね。はいということでちょっとねあの渋谷警察署どういうふうな対応してくれるかというとこ含めて今後情報共有していきたいと思います。ということでまたチャンネル登録してみてください。ありがとうババイバイ